はい、こんにちは、村田理香です、はい、もう後ろを見ていただいてお分かりの通り、やっぱり外が明るい状況で、それをバックに、もう今車通りましたね。あれ、理香さんって一回みたいな、分かんないですよ。もしかしたら、ね、上はね、高架線の道路かもしれませんから、まあ、そこら辺のところいろいろ濁しといて、お願いだからお家には来ないでくださいね。恥ずかしいんで。で、話を置いといて、もう時間なくなっちゃった。NG でいいですか？だめ。取り直し。はい。ということで、連続撮影です。やっぱり外が明るい状況で、ライティングって大事ですね。はい。アングルとライティング。やっぱりこれで、全てでないでしょうか。ラムタラ横浜駅前店の、イベントの終わりに、はい、女優さんと、ツーショット的な感じでインタビューを、してるんですけれども、やっぱりねライティング違うとね、こうも違うんですね、あとおしゃべりもかなり違うでしょ。はい、結構キャラ作って盛り上げてますんで、でもこっちが素なんですよ。だってですね、そうですね、イベントを MC やってる最中は、どっちかっていうと、ニューハーフ加納英子的な感じのキャラ出してますね、こう。でも、お下劣お下品は、私はやらないんで、そういうの求められても全部スルーしちゃいますから、そういうことは、2丁目に行って、楽しんできていただければと思いますので、まあ、それは置いといて、そういうことで、素の私、楽しんでいただければ嬉しいなって思ってます。どんな楽しみ方って言いますと、あんまり私、ね、こんなこと言うのもなんですけれども、あんまりそんなにおしゃべりも面白くないんですよ。で、むしろ、男性にいろいろ満足していただきたいなって思う気持ちがやっぱり強いんで、それも女性的なスタンスでですね。なんでどっちかっていうとやっぱり、エッチ的な部分でお役に立ちたいなって思ってます。はい、こんにちは、リカです、ということで、昼間の時間に珍しく撮影してます、ファッションチェックのテイク3かな。はい、今日はこんな感じです。見えちゃった？もしかして。